ヤンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。キングダムハーツ3続きやっていきたいと思います。今回はパイレーツ・オブ・カリビアン編。では、スタート。やっぱり闇の世界に行ってみよう。ダメダメ。まだ目覚めの力を取り戻せてないのに。でも早くあいつらを止めないと。俺たちがもたもたしてたらみんなが危険だ。でも闇の世界への行き方はわかるんですか？王様とリクに聞いてみよう。力を取り戻してからって言ってたよね。あっ、王様リク、今大丈夫ですか？なんだ。心を映す肉体に代用するレプリカと賢者アンセムのデータ解析のご報告です。ほう、どうだった？レプリカの研究をしていたエベンは不在ですが、資料のバックアップが見つかりました。引き続き調査を進めておきます。よろしくお願いします。賢者アンセムが託したデータについては意味深な箇所が解析できたので、原文のまま読ませてもらいますね。空の心にはロクサス以外に2つの心が確認できた。1つはロクサスより昔から空の中で眠っている。もう1つはロクサスと同じ時期から空の中にある。つまり空は自分の心以外に三つの心を内包していることになる。その三つは完全に沈黙し、空の心に溶けた状態だが、空は自分以外の記憶を三つ持っていることになり、その三つの記憶は空の記憶とは別の箱に個々に分けられた状態になっている。つまりその記憶の箱に再び空に溶けた心を戻せば、三人の心は目覚めることが可能になる。あとは空の心からそれぞれの心が入った記憶の箱を三つの肉体に宿せば、その三人も元の姿に戻るだろう。ロクサス以外に二つ？誰でしょう？ああ、連絡ありがとう。いえ、ではまた。全部で三つだって。一つはロクサスで、もう一つはベントスだよね。バリタスの話信じるの？だって他に情報がないし。ソラ、三つ目に心当たりはある？ソラはど、あんなあのね、それ関係ある？もう。遅くなってごめん。急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主を
ニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか？そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者としてソラと一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました、ソラの中にベントゥスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから、確かな情報ですよ。それならベントゥスを助けられる。でもベントゥスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いや、でも…ソラは目覚めの力は取り戻したのか？いえ、多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いや、やっぱりエンシッド様が言ってた通りだから。ソラなら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。ソラは俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから、後から追ってくれ。ああ、分かった。でも無理しないで、何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理するよ、そらは悪いね。無理というか、無茶ですけどね。いいえ、エンシッド様の言うことは聞かないのに、リクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続き、ソラは力を取り戻すことに、王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。なぜ帰還に戻った？かつての相棒に冷たいじゃない？ふん。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。
忘却の城で使った陸レプリカは試作。その後もう一体、空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。けっ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子、そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけ者かな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさかシグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。ヨホヨホ海賊暮らし、ジャックがジョーンズを怒らせて、クラーケンにパールごと食べられた。ヨホヨホ海賊暮らし、女神がジャックの救出に、魔術でバルボッサを生き返らせた。ヨホヨホ海賊狩りだ、ジョーンズがダッチマンでやってくる。伝説の海賊長召集だ。ヨホヨホ海賊暮らし、みんなが箱を探してる。中にはジョーンズの秘密がある。ヨホヨホ海賊暮らし、ヨホヨホ海賊暮らし。ガラシュラね、シュラ。だってこの格好海賊だろ。ソラはこの世界お気に入りだね。だってワクワクするだろ。でも、もうちょっと大きい船が良かったかな。泳ぎ、どこでも合ってるぞ。決まってるだろ。海の果て。キャプテンソラ。どうした、ルーフィー船員。海の果てです。おお、海が途切れています。そうか、海が途切れてるか。途切れてる。おまかせ。
歩いたね。疲れたよ。海賊なのに船がなくちゃ話になんないよ。ん？船だ。そりゃ海じゃないんだよ。おお。ようそら。あれジャック、キャプテンジャックスパロー。変わらないね。なあジャック、ここって。あとで船を追いかけろ。え、だからパール号を追いかけろって。了解キャプテン。ブラックパール号待って。アーサーでしょ。早く倒して追いかけます。やっ、撃ってきた。なんでパール号が撃ってくるんだ。当たらないようにね。こいつ行くよ。よし、こいつらの仕業か。俺のパール号に勝手なことしやがって。よし、ありがとうとなるの。よし、ジャック、ギブス君。はい船長。やっぱりか。言い分があるなら聞かせてもらうとしよう。はい。船で規律が乱れている。なぜだ、理由言ってみろ。船長、ここはデイビー・ジョーンズの海の墓場だよ。海の墓場。分かってる。そんなこと分かってる。分かってないと思うな。
ここはデイビー・ジョーンズの海の墓場だぞ。ジャック・スパロウ。バルボッサ。ああ、ヘクター、久しぶりだよな。ああ、死の島で会って以来だ。お前に撃たれた。撃ってない。ソラ、久しぶり。久しぶりね、みんな。ああ、ウィル、エリザベス。って、ちょっと雰囲気変わった？なんだか勇ましくなったね。まあ、いろいろあったからね。でも、こんなところで会うなんて。それそれ、こんなところってどういうこと？海の墓場とかって。ジャックは海の悪霊をデイビー・ジョーンズへのツケを返さず、怒りを買ってジョーンズが送り込んだ海の怪物クラーケンに食われてしまったんだ。海の悪霊デイビー・ジョーンズ。じゃあここは言葉通り墓場ってこと？それで私たちはジャックを助けに来たの。ティアダルマ、小屋を離れたか。お前の登場で妄想が程よく不気味になる。幻覚だと思ってるのか。海賊ごっこの3人組までいる。ジャック、違うわ、現実よ。あなたを助けに来たの。そうなのか、そりゃ嬉しいね。けど船を持ってるのは俺、君じゃない。そっちが困ってるが、俺に助けてもらおうって思うな。ジャック、ベケットがジョーンズの心臓を手に入れ、フライングダッチマン号を操ってる。海を支配するためよ。対抗するため海賊庁の評議会が招集される。ふん、俺がちょっと目を離すところだ。何もかもめちゃくちゃ。つまりどういうこと？ベケットって人が海を支配しようとしてるみたいだね。そっか。海はみんなのものだぞ。ほっとけないな。なあジャック、世界があんたを必要としてる。乗組員がいるだろ。お前らと船に乗ると思うか？お前らにはひどい目に遭わされた。ジャック、俺たちはいいだろ。そうだな、一緒にパール号を追いかけてくれたし。ソラ、ドナルド、ルフィ、乗っていい？やった。よし、他の連中は？ティアダルマも合格。ギブス、乗る。怒りを上げて出発の準備をしろ。ジャック、どっちへ行こうとしてるんだ？さて、ソラ君、家事は君に任せたいが、その前にテストだ。え？あそこに二コブの島が見えるな。まずはそこにつけるんだ。うまくできたら合格だ。任せろ。なんて言うてもな。高い。船にパートレスが乗ってるよ。大砲で蹴散らしてやる。おたたみたい。俺たち、どこへ行こうとしてるんだ？
勢いで乗っちゃったよね。じゃあもあんな感じだし。ジャック・スパローなんかとつるんでるとあんたたちもデイビー・ジョーンズの怒りを買うことになるよ。それさっきも言ってたけど、ジャックは一体何をしたんだ？それにデイビー・ジョーンズって？あんたたちデイビー・ジョーンズのことを知らないなんて。それでもこの海の住人かい？え、俺たちはそのもっと遠くの海から来たんだ。ふーん、まあいいさ。ジャックとデイビー・ジョーンズとの因縁だったね。ジャックは海底から引き上げてもらったブラックパール号の船長にしてもらうのと引き換えに自分の魂をデイビー・ジョーンズに差し出したんだ。期限の13年が過ぎてジャックは契約を破った。だからデイビー・ジョーンズが差し向けた怪物クラーケンに食われた。自業自得さ。でもジャックが蘇ったと知ったらデイビー・ジョーンズはただじゃおかない。その仲間もね。黙って、僕たちが行く。僕たちもクラーケンに食べられちゃう？どんな怪物が来たって平気さ。俺に任せろって。へえ、ソナとか言ったかい？あんた面白いね。クラーケンと聞いて怯えない奴はいないってのに大したもんだ。でもジャックは違う。デイビー・ジョーンズとの因縁にケリをつけたいのさ。そのために箱の中身を探してる。箱？デイビー・ジョーンズが心の痛みから逃れるために入れたものをね。心の痛みは耐え難いほど辛かったけど彼の命を奪うほどじゃなかった。それで箱に何を入れたんだ？自らのハート。興味深いとは思わんか？ハートを書いた本体がいかにして存在を保てるのか、私が作り出したレプリカでも成し得なかったことだ。その箱がいかなるものか、ぜひともこの目で見てみたいものだな。我々が命じられたのは箱の捜索、回収だ。余計な詮索は不要ではないかね。固いことを言うな。なぜわざわざ人として復活した私を再び機関に招き入れたのか。私のこれまでの研究成果を、頭脳を評価してのことだろう。私の研究が完成すれば機関の益にもなるはずだ。機関か。それに尽くしてどうなるというのだ。お前もまさか機関に背くつもりではないだろうな。いや、そのつもりはない。私はただお前たちとは違ってゼムナスとは特別な関係ではないからだ。なぜ彼に益をもたらそうとするのか前から疑問だった。私は自分の研究が続けられさえすればいい。かつての試験者アンセムは研究を止め禁じた。だから私はゼムナス、いやゼアノートに賛同した。それだけのことだ。なるほど。その研究がどう利用されようがいいのか。そんなものに興味はない。私は完全な人間の器が完成できればいいのだ。研究のことはわからないが、
ここは知った土地でもあるしな。私に任せてもらおう。うん、もちろんだ。厄介な奴らも現れたようだしな。研究どころではないよ。奴らは私が排除するとしよう。その後に研究とやらをすればいい。期待しているぞ。私は高みの見物をさせていただこう。ジャック、先に行ってくれよ。まさか逆さまになるなんて思わなかったね。でも、これで海の墓場から出られたんだよな。もう安心だね。問題ない、全部計画通り。のんきなこと言ってるなよ、ガキども。ん？敵だ！あれは見たことがない船。ハートレスだ。ウダ！バルボスさん、また連中と手を組んだのか。馬鹿を言うな。俺はあんな奴らの手は借りん。ずいぶん仲良しに見えたかな。言い争ってる場合？え？また来るぞ。なんとか近づけられないかな。そら、あの映像だから無理じゃろ。それだ。そら、ドナルドとグーフィーは船を守って、俺はあいつをやっつける。びっしょり。やった。え、ちょっと落ちる。ソラ。ソラ。ソラ。ドナルド、グーフィー、船のみんなは？僕たち、空が落ちていくのを追いかけてて、はぐれちゃったんだ。やっちまった。そっか。再会したばっかりだったのに、残念だな。そんなに俺の下で働きたかったのか。ジャック、うん、
取引をしよう。君に求められるのは情報を渡すこと。評議会に関するネタか。引き換えに俺が手に入れるもの、ジョーンズへの付けの生産、そして自由の保証。いいだろう、互いの利益のためにだ。もし俺が情報を教えるとしたら何をバラしているんだ。全てだ。評議会を招集して何をするつもりだ。さあ行こう。行くってどこへ。海賊が船がなくちゃ話にならない。船を調達するぞ。やっぱりソラとジャックって似てるよね。同じこと言ってるし。その鍵が私の心も解放してくれるかもしれないね。この海では私が力になってやる。心を解放。ソラどうしたの。ううん、なんでもない。行こう。はい、今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。にゃんぴぴでした。バイビー。まあね、プロローグ長い。バイビー。